はい、皆さんいかがお過ごしでしょうか。クールドックスのジョエルです。今日は2023年1月の16ですね。なんかね、今まだ1月じゃないですか。年が明けたばっかりの時って前の年を言ってしまうんですけど、2022年っていう時あるんですけど、最近の動画で全部2023年ですからね。2023年になってます。2022年って言ってしまう。どうしてもまだ23年です。今日はこれね、フィリピンは世界三大夕日って言って、なんかね、夕日が沈むのがすげえ美しい場所なんですよ。それで H2O っていうホテルに来ました。 H2O っていうホテルの、ここはね、何だったっけ、ホワイトムーンだったっけな、カフェバーみたいなバー、レストランバーですね、があるんですね。ここがね、すっごいもう人気スポットなんですよ。ここから見る夕日がすごい綺麗で、その夕日を見ながら食事するっていうところなんですけれども、ただね、ちょっとね、このホワイトムーンっていうバーはね、とってもいいんですよ。ここ雰囲気もすごいいいんですけども、このバーだけはいいんですが、このなんていうかな、ホテル自体もそうだし、このもうここ全部がもうね、テーマパークなんですよ。遊園地みたいなんですよ。で、なんか子供がたくさん遊ぶ場所みたいなところなんですね。だからなんかね、このホワイトムーンっていう バーだけはね、すごいいいですよ。いいけど、もう周りがね、本当に完全なるテーマパークなんですよ。それで、なんていうかな、ディズニーランドみたいになんか洗練されてるものじゃないんですよ。なんか、ね、なんかわかるでしょ、なんか、もうちょっと言葉にちょっと詰まってしまいますが、なんかちょっと子供のもの遊び場みたいな感じのところなんですよ。それで、ちょっとなんか、違う場所にしようと思って、ちょっとね、違うお店に行きました。それで近くのハーバービューレストランっていうところに入りました。そしたらね、ここね、入り口はね、なんかまあいいかなぐらいな感じだったんですけど、中に入るとなんていうか、なんかちょっと屋台みたいな感じで、どうかなみたいな感じだったんですけど、でも、もう入って席に座ったから、もうしょうがないから、もういいやここでとか思って、でまあここで注文することにしました。もう食べることにしました。ここでなんかみんなものすごい大きな声で話していて、ガヤガヤガチャガチャ、ものすごいなんかね、なんていうか大衆食堂みたいなんですよ。なんかちょっと嫌でしたね。はい、どうぞ。これ落としたらもう海の中にそのまま落ちますからね、このカメラ。死のう。はい、届きました。スペアリブとなんか野菜のなんか、なんていうのかな、なんか中華みたいなやつ。前日にホテルのレストランのですごいちょっと食べ過ぎたので、そこでもね、すごい量が多かったんですよ。で、またここでもね、ちょっとこれもね、3人分ぐらいあるんですよね。これをね、1人で食べるの。このね、肉も結構でかいんですよ。で、横に付き合わせ、これじゃがいもがフライになっています。ポテトフライですね。これね、ちょっと量が多すぎて、食べたらね、もうお腹いっぱいになりすぎて張り裂けそうだったんですよね、お腹が。全部は食べきれませんでしたけど、うわ、もうすげえ腹いっぱいだ、やべえ、もう死ぬとか思いながら食べ過ぎたから、歩いて帰ろうと思ったんですよ、ホテルまで。それで歩いて帰り始めました。2キロぐらいの距離ですよ。結構な距離ですよ、2キロって。で、途中でね、リサール公園っていうのがあるから、そこの中を通って帰ろうとか思って帰ってたら、なんかね、なんか生演奏やってました。急に生演奏してた。マニラにもタワーマンションありますよ。ほら、なんかヘリポートが一番上にあるのかな。これタワーマンションですよね、もう間違いなく。今これリサール公園です。リサール公園だったかな、うん、リサール公園っていう公園です。リサール公園では噴水のショーをやってます。毎晩かどうか分かりません。でも多分毎晩だと思いますが、これやってますよ。音楽に合わせて、こうね、色が変わるんですよね。これはね、すっごい綺麗でしたよ。
これはもう本当にものすごい綺麗です。これはね、ちょっとなんていうかな、本当に、うん、すごいですよ。何それ、その言い方。いや、あのね、本当にね、規模も大きいし、あの、これは見る価値がありますね。これは、ちょっとしばらく座って見ていたいなと思ったんですけど、なんかね、この辺からね、なんかお腹の具合がね、なんかおかしくなってきたんですよ。この噴水のショー、本当にものすごい素晴らしいんですよ。で、誰でも無料で見れますからね。だからしばらく見ていたかったんですが、なんかね、お腹がどん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 痛くなってきたんですよ。それで、いくつか前の動画で、ベイリーフ最上階のレストランっていう動画があると思うんですけれども、ベイリーフっていうホテルですよ。で、僕の泊まってるホテルです。で、すごいね、そこのホテルのレストランも良くて、で、その時食べたのが、この前日ですよ、この日の前日。ものすごい量が多かったんですよ。で、その時も食べ過ぎて、ちょっとお腹張り裂けそうだったんですよね。で、今日もこう、お腹いっぱいっていうか、もう本当張り裂けそうなぐらい食べたから。だから、残せばよかったんですけど、なんかもったいないなっていうのがあってね。まあ、全部は食べきれなかったけど、すっごい食べたんですよね。それでお腹がどん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 痛くなってきたんですよ。またこんなことになってます。救急車が有料だったので、まあ、タクシーで来ましたが、エマージェンシーの緊急のところに入っています。点滴やってます。フィリピンで、マニラでまた救急搬送されました。今また病院のベッドに寝かされています。明後日、今日は2023年1月の福祉気持ちが悪い。1月の16かな、16ですね。ああ苦しい。今日なんか教会、世界遺産の教会に朝行ってきましたが、夜ディナー食べたらこうなりました。なんタルチア、サンタルチア。もうね、もうとにかくね、本当にね、まだ半分も歩いてない。3分の1ぐらいの距離のところ、レストランからホテルまでですよ。それで、もう本当に途中でね、なんかもう気絶しそうなぐらいお腹痛くなってきたんですよ。それで、これはやばいと思いながら、もうなんとかもう本当、よたよたしながらホテルまでたどり着いて、自分の部屋に帰って服を脱いだんですけど、でも部屋着に着替えて、もうね、もうのたうち回るとかじゃないんですよ。もううずくまったまま、のたうち回るような、動けないんですよ、全然。うーって。去年の1月3日に、だからハンガリーのブカレストで救急搬送されましたけど、救急車で。まあ、あの時よりは楽でした。そしてね、あの時と違う場所が痛いんですよ、なんか。だから結局ね、食べ過ぎなんですよね。でもまあ若い時って別に食べ過ぎたからってこんなことにはならなかったんですけど、ちょっとやっぱりね、あんまり無理が効かなくなってるんでしょうね。そして食べ過ぎがね、ちょっともう本当ちょっとひどい食べ過ぎでしたよ。量が多かったから、でなんか残すのもったいないなっていうのがあって、どうしてもね食べちゃったんですよね。そしたらね、こんなことになってしまいました。それで本当はなんていうかな、日本に帰るまでに、なんかまたほら、女性の店に行かなきゃいけないかなっていう使命感で、僕はね、もう本当は行きたくなかったんですよ。だって全然もう無理だから、僕はもうなんかそのフィリピン人の女性とか、あるいはもう、とにかく、日本人であろうと、フィリピン人であろうと、何人であろうと、その、初対面の女性とそんなことできないですよ。はじめまして、どうも、こんにちは、とか言って、じゃあ始めましょうか、とか、おかしいでしょ、それ。っていうか、おかしくないんでしょうね。できる人たちにとっておかしくないんでしょうけど、僕はちょっとなんかもうできないですよ。だから、もう行きたくなかったんですけど、なんかほら、この動画をご覧になっていらっしゃる方々が期待されてるんじゃないかなと思って、もう一回行かなきゃいけないかなっていう使命感があったんですけど、もうね、
もうむしろこれでよかったなと思ってもう行けなくなったからこれだから1月16ですよ。で次の日は17で18に日本に帰るんですけども、もう今僕は今日本にいます。であのね17次の日はねもう全然動けなくてずっともうあの寝てました。だからもう本当良かったなと思ってむしろでねあのちょっと笑ってしまいますよね。また寝てる病院でみたいなね。だいたい日本で僕ね病院に行ったことなんてないんですよ。全然日本で病院に全然行ったことないのになぜか海外で病院に行くんですよね。日本で救急搬送されたとか、あるいはもう緊急で病院に行ったとか、なんかまあバイクの事故とかで救急車で運ばれたことありますけど、若い時に。でもそれはねちょっとね、まあなんか全然そりゃ元気いっぱい暴れん坊でそうなったのであって、そのなんていうか病気で体がに問題があってとか、今まで生まれてこんなことなったことないですよ。それ海外で2年連続でこういうことになってしまいました。また1月ですね。去年の1月でしたからね。もうなんていうことなんだろうかって本当に思いましたね、僕は。体ね、健康で元気なんですよ、僕は。で、同年代の人間たちよりも小さい時からずっともう、もうなんか特別に元気で、特別に健康で、なんかもう一番体強かったみたいな状態だったのに、なんで今度はみんな、皆さんになんか、もう死ぬとかいう状態を見せなきゃいけないのかっていうのがね、ちょっと恥ずかしいんですけど、またこんなことになってしまいました。で、むしろ、もう夜の女性の店に行かなくて済んだから、よかったなって、ちょっとほっとしたなっていうのもありましたね。この人、ホテルの人で、ずっと一緒にいてくれました。いろいろやってくれました。24,000ペソ。ああまた死ぬかと思った本当に。というわけでまあこれはだから16日ですから、17はもう一日中ホテルの中で寝てて、それで1月18日にマニラを出発して、あ、まあ同じ日に着きますね。18日にまあ日本に到着しました。昨日の夜ですね。ですからもうちょっと何もできずに夜の街にも行けずに、もう日本に帰ってきましたすみません皆さん。いやもういいでしょう、もう女の子の店行きたくないわ。もう全然無駄遣いだもん、全然。ただ単にまあそんな高くないけど、なんかどうせあそこの G6 に行っても5000円ですからね。まあそんな高いわけじゃないけど、でもまあね、別にもう行かなくていいですよ。もうなんか健全ではない、だからもう健康で健全な生活をしたいわけですから。なんであんなとこになんか暗いなんか陰鼻な感じのところに行ってなんか爽やかじゃないですよね。晴天の青空の下みたいな感じじゃないですよね、なんかね。だからもう僕はね、もういいですよ。で、まあでもね、ちょっとほら、期待してる男性の方々がいらっしゃるんじゃないかなと思って、なんか紹介しなきゃいけないかなと思ったんですけど、ちょっともう、これはもうだからこういうことになってしまったから、もう全然いけないから、それはもうしょうがないでしょう。だからむしろね、これはもうね、神様がね、こういうふうにしてくださったんだと思いましたね。もう行かなくていいように、ああいうところに。というわけで、日本に帰ってきて、僕はもう今日本に、今日は2023年の1月19日です。日本にいます。それでは皆さん、失礼いたします。あ、そうだ。1月27からフロリダ行きます。アメリカ行きます。それでは皆さん、失礼します。